皆さんこんにちは、海野和夫です。今日はマレーシアで最強のクワガタは何かというタイトルです。これはフェモラリスツヤクワガタの単子系です。こちらはですね、赤身トゲシカクワガタですね。この赤身トゲシカクワガタと、ゴールデンスタック、黄金鬼クワガタを戦わしてみたんですが、赤身トゲシカクワガタって結構弱いですね。で、小さなですね、割と小型の、二股クワガタ、セアカ二股クワガタと戦わしてみましたが、まあ、互角かなというところですかね。そしてこれがその単子系のフェモラリスツヤクワガタなんですけど、これが強いんですよ。セアカ二股の大型個体と戦わしてみましたが、全くあの歯が立たない。そしてここを見てください、足を取るんですね。今これね、足を切って切るんですよ。ここでもうこのクワガタはですね、足切られちゃってもうどうしようもない。それで相手をやっつけるとですね、こう歩き回って月に戦う相手を探すという。で、こちらでパリ二股クワガタを戦わそうと思ったら、フェモラリスがやってきてですね、そしてまあちょっかいを出すんですが、この後恐ろしいことが起こります。今見つけましたね。見つけるとまあ今のところどうってことないんですが、この後です、まあ隠れてて動かなければやられないということで、足をつかみました。ここで足切りです。で、パチッと足が切れちゃうんですね、このペンチのような、歯でですね。そして大きな大正サゾウムシと喧嘩させてみたんですが、この大正サゾウムシも足を切られてしまいました。